闘病日誌118、5回目の抗がん剤治療ですね。ちょうどここにポートっていうのを入れて、ここから抗がん剤を入れます。でもう今吐き気止めを飲んで、そして、血液検査とか、それからレントゲン、尿検査、これから心電図ですね、全て順調ということですね。で、髪の毛もこんなんですけど、昨日からシャンプーを俊孝君に言われてやってるんで、終われば生えてくるかなと思います。ここのポートは埋め込みなんで、これですね、また取んなきゃいけませんけど、この R チョップで一発で決めたいと。でこれで決まんないと、ありがとうございます、気を送っていただいてですね、本当ありがとうございます。やっぱりその後のカート T とかそういったこともやるらしくて、だけど確率はこれで決まんないと落ちるかも分かんないけども、全然絶望することはないということのようなんで、幸いその副反応というのはほとんど出てないんでですね、ありがとうございます。じゃあこれから点滴です。大丈夫ですよ、どうぞ。はい、どうぞ。家に帰ったような感じで、皆さん気を送っていただいてありがとうございます。じゃあごきげんよう、ありがとうございます、感謝です。